PK のピーピーマンです。 PK のゲカッパです。 PK のヤンプルです。はい、ということで今回の企画はですね、普通にね大食いしては面白くないということで、じゃん負け Uber Eats 対決をしたいと思います。まあ簡単に言えばじゃんけんに負けた人が全額おごりっていう Uber Eats 企画になっております。まあね、ちょっとさっき撮影前になんかこれはどうせ経費でしょみたいな声が聞こえたんですけど、本当に自腹でやらないと面白くないので、今回はもうそんな経費とかじゃなくて自腹で3人分ご馳走してもらいたいと思います。ケチなので嫌です。別にいいですけど、今後あの YouTube ユーザーにしごかれてくださいというだけなので、まあ勝てばいいだけじゃん。そうだから、ただじゃんけんに勝てばいいというだけですから、その代わりあとの2人はどんだけ頼んでもいいので、もううちこれ勝ったら多分ね。はい、ということでじゃあ早速じゃんけんしていきたいと思います。それではUber Eats 全額おごりじゃんけんいきたいと思います。自腹Uber Eats じゃんけんです。わーぼーん、わーぼーん、ぼん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 ちー、じゃんけんぼん。ババアに払わせたかった。ケチババアに。嬉しい。まあいいわ。あとはこの小娘を押さえつけるだけだから。大体負けるもん、ここだと。目つぶってやる、それか。いいよ。じゃあカッパさんお願いします。じゃんけんぽん。お、決まりました。一斉のね。ということで今回はアップルさんの全額おごりになります。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、いっぱい頼んでいくよ。はい、ということで、UberEats が到着しました。はい、ということで、今回総額1万3000円ぐらいに注文になりました。嬉しい。早速、頼んだものを食らいつくそうと思います。もう食べよう。手を合わせましょう。パッチン。せーの、いただきまーす。はい、じゃあまずが僕が紹介させていただくのはこちらです。じゃーん、サーモン丼よ。ガストさんのチーズインハンバーグ、あとほうれん草のやつ。こちらはですね、ガーリックチキン。こちらは肉水。こぼれる、めっちゃそれ。いただきまーす。いただきます。チキン食べたい、チキン食べたい、チキン食べたい。あ、おいしい。生き草豆乳。じゃあ私これから食べます。こんなのウーバースできていいわけ。5000年うわー、こんな美味しい丼初めて。うまっ。濡れる。マジで幸せ。何人のお金で食べるご飯。確かに嬉しい。それいただきます。ねえ、うまくない？うん、めっちゃうまい。チェケン。なんかウーバー困ったら本当僕に DM してほしい。マジでもう何でもわかるから。最近3食ウーバーなので。うまい。うまい。うわ、チキンやば。チキンの量やばくない？作って、これこっちは普通のトマトソースなのかな。うえ、チンする混ぜて。うん、チンしたら溶けそう。誰も動かんじゃん。動こう。今日主だから。あー幸せです。もういいでも。確かに。ご飯食べて絶対。うち今日さ、ハンバーグとさ、ラーメンとさ、ご飯食べてきた。え、だって。我慢できんかった。先輩。見て、ドロンドロン。見せるよね。うん、おー、うん、見てほしい。これをチキンにつけるんですよ。こんな罪なことありますか。はい、みんな飽きたチキン。うわ、やばい。うまそう。頑張ってるけど食べれるんだよ、あの人。ちゃんと菓子持って。食べれるし、うち先いただくわ。おー、いい。あ、お、最悪。うそじゃしたのやつ。肉水地獄。あ、ちっちゃい方にした、カッパちゃん。もう、何それ。何あんたたち、本当に。肉じゃない、菓子じゃん。みんな見て、うん、うまうまっ。うわー、最悪。それやば。うまっ。うまっ。トマトって感じ。チーズトマトって感じ。伝病。なんで、そんなの減ってないの。マジは、まああれだけど。食べたよ、うち。あなたは何も食べてないよ。チキンがなんか億劫。チキン病だったのに、なんで。うまっ。チキンチキンだわ。あと負けチキンです、ここのは。オリンピックが早送りになった時の真似でした。ビーバービーバーバク。それ言わんと分からん、絶対。ハンバーグ食べて。最近でも自分やばいなって思っとったけど、昔の動画見たらそれ以上にやばすぎて、昔の自分で引いてしまうっていう現象が起きました。やばいよ、言う。こうやってうーって。もう何かモザイク。存在にモザイク。その YouTube っていうプラットフォーム自体になんか怨念を持っとったすごい、あの時のピー。ちなみにあれです、ケンタッキー大食いの動画なんで、よかったら見てください。去年リリが太りすぎててやばかったよね。なんかもう顔が違う。これアポちゃんです。のぺ、のぺこ、のぺこ。源氏な。誰誰誰。
のペコ。めっちゃ痩せた。でもさ、痩せても別に食えるよね、うん、だけど、食べてないこの時なのが、もうすごかったこの動画、うん、今こんな食べれるじゃん。食べれるけど、そんないらんなって感じそこが尽きてなかったんだ。食に飢えてためっちゃおもろいじゃん。ただのデブ。うん、ほうほうあんたらもっと食べや。このお寿司美味しかった。過去形じゃないのよあなた。なんか食べる前の勢いが不思議なぐらいすごい、もういい、ね、この人たちを見たくないって思っちゃう自分がいる。ダメだよ残したら。返却だよ残した分。返金返金返金。取り置きで明日食べる。なんか食べなきゃ欲が出てる。過去お金払ったんだから食べてこないでください。無理。ねえなんでそんな姿勢になんの二人とも。指棒が悪いな。そうだよどかそう一回。食べる姿勢になろう。いやでも持たれたい。もうなんでうちだけこんな一人さ金払った。どうせうちらが払ってたらね。多分こう払った人がこう。やばしんど。ほんとひどい。頭悪い。なんだけ言ったのに。面白くないよねそんな。だって貶めたかったもん。やっぱ高級肉寿司でしょ。ねちょっと安いの買いすぎた。ガストガストはネックだわ。もうすごかん箸持てらん。一回うんちしよっかな。マジで、うん、私は出せる。こんにちはカッパップルです。名前改名したい。うちミルクちゃんとかにしたい。可愛くない。おいしい。プリンちゃん。可愛くない。プリン真っ白ミルク。やばー甘々いっぱい食べる。あ最悪。B20 私たち20です。よろしくお願いします。お会いしたその一件の倍速にハマってんの。え、うんこ行ったんじゃないの。出た、うん、そして胃はさっきよりマシ。そして食べることはできる。おお。アーモンド完食。うちらはもう完食。これね、終わったっけこれ。よくね。アーモンってさ、やっぱさ、重くない。あ、ガリリガリリ。もう誰もあんたまで。ウーバー食べると見せかけてヨギ棒にもたれるという動画でした。それネックだよな。誰頼んだ人。私本当に申し訳ないんですけど、こちらのチキンだけが残ってしまいましたので、これは今ねお昼の3時ぐらいなんですけど、夜9時ぐらいになったらお腹が空くので僕が今日食べたいと思います。あとはね全部食べました。でもなんやかんやすごくない。美味しかった。見てのごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。胃が爆発ね。マジで胃が爆発。なんかでもさ、ウーバーやってきた中で結構なかなかの一番のカロリーじゃなかった。でこのジャンルもすっごい重いものを頼んだ気がする、うん、確かに。はい、ということで今回はジャン負けウーバーイーツ対決をやっていきました。まあね、残念ながらアポさんが負けてしまっておごりということで、でもね、みんなで美味しく食べてくれたから、うん、いい気分ではあるんじゃないですか。外食をおごったみたいな感じですもんね。ただね、どうですか、おごった気分は。普段あまりお金を出さない方だと思いますけど言い方悪くないですか、ちょっと。あの、でも全然いいんじゃないですか、たまには。いや、これからもね、頻繁に。たまにはということで、まあね、これもし好評でしたら次コンビニ編だったりとか、いろんなお店編とかでおごりじゃんけんやっていきたいなと思うのでいっぱいコメントぜひお待ちしております。以上、森三中でした